皆さんこんにちは、埼玉市長の清水隼人です。この年末年始、市民の皆様には帰省や忘年会、新年会を控えるなど静かな過ごし方をお願いしてまいりました。ご協力をいただいた方々には改めて御礼申し上げます。しかしながら、昨年11月から続く本市の新規陽性者数の増加傾向は年が明けても続いています。1月6日までの1週間では2015件の検査を実施し、413名の新規陽性者が確認されています。1ヶ月前の約3倍の人数となっており、極めて厳しい状況となっております。昨日、国が埼玉県を含む1都3県に対して期間を2月7日までとし、緊急事態宣言を発出しました。埼玉県は措置事項として、市民の皆様には不要不急の外出自粛、飲食店等の事業者の皆様には1月8日以降午後8時までに営業時間を短縮することなどの協力を要請しました。本市では県の緊急事態措置を受けて1月11日までとしていた老人福祉施設等の休館と市民利用施設の利用人数制限を2月7日まで延長しました。加えて、市民利用施設の利用時間を午後8時までに短縮することとしています。また、さまざまな手段により市民へ外出自粛の呼びかけを行ってまいります。現在、県内の医療提供体制は逼迫した状況にあります。最前線の医療従事者の皆様には、この年末年始もまさにギリギリの状況で戦っていただいています。市民の皆様には不要不急の外出を控え、特に午後8時以降の不要不急の外出自粛にご協力をいただくようお願いします。本市は何としても感染拡大を食い止めるため、全庁を挙げて対応してまいります。この難局を乗り越えるため、共に頑張りましょう。